皆さんどうもこんにちは、サエチャンネルの時間です。女子体操選手の宮川さえです。寒いですね。だいぶ冬に近づいてきたということなんですけど、女子体操をもっと知ってもらおうと思って今日の企画を考えたんですけれども、今日の企画は私宮川さえが独自で選ぶ、世界の個人総合ランキング第5位トップ5を発表していきたいなと思ってるんですけど、まあ最近はコロナとかのね、コロナの影響でこう試合ができなかったり、国内の試合もそうですし、国際大会もなかなかできずに大変な選手も多いと思うんですけれども、その中でも今まで私が見てきたランキングをつけていきたいなと思っています。やっぱりこうすごいなと思う選手だったりは、綺麗だな、こういう体操したいなっていう選手がたくさんいるので、まあ海外ということなので、もちろん日本のねエース村上茉愛選手もトップ5に入ると思うんですけれども、今回は海外編ということで、村上茉愛選手は除いて、海外の選手でトップ5やっていきたいなと思っています。それではやっていきましょう。行ってみよう。それでは宮川紗衣が選ぶ個人総合トップ5、第5位の発表をしていきたいと思います。第5位はブラジルのフラビア・サライバ選手です。おめでとうございます。この選手はですね、ブラジルの選手なんですけど、すごくちっちゃくて可愛らしい選手です。この選手は2014年のユースオリンピックに出場した時に一緒に出場して、すごく仲良くなった選手の一人でもあります。同い年ということで、オリンピックも経験し、世界選手権も何度か出たことがあります。この選手はすごくコーチと仲が良くてですね、いつもわちゃわちゃと一緒に練習したりとか、ユースオリンピックの時は T シャツを交換したりとかしましたね。で、この選手の特徴はやっぱり一番はジャンプ系がすっごい上手で、ちっちゃいんですけどめちゃめちゃ高さがあるジャンプをします。身長の2倍ぐらい飛ぶんじゃないかっていうぐらいジャンプの高さがあって、あとは表現力もすごく優れている選手です。同い年ということで、サライバ選手も今年は21歳ということで、また一緒に大会で会えるのを楽しみにしています。で、宮川紗衣が選ぶ海外個人総合ランキング第4位の発表です。第4位はフランスのメラニー・ドスサントス選手です。おめでとうございます。フランスの選手ですね。この選手は、いつ会ったのかな ?2017 年ぐらいに初めて会ったような気がするんですけど、フランスの選手で黒人の選手なんですけど、この選手はすっごく基本練習を大切にする選手で、NTC 日本にフランス選手団が来て、ちょっと練習する機会があったんですけど、もう一つ一つ丁寧に、午前中から基本練習をみっちりとやっていました。特に段違い平行棒の基礎練習をやってた記憶があるんですけど、倒立までしっかりと意識した基礎練習をやってました。あとはトランポリンでの基礎練習だったりとか、海外の選手もこんなに大切に基礎練習やるんだなっていう印象を受けた選手です。やっぱりこの選手は、私が思うのは段違い平行棒と床がすごく上手で、やっぱり段違い平行棒の倒立の決めだったり、そういうところがすごい優れている選手だなと思います。フランスのエースでもありますし、個人総合決勝、ファイナリストに残る実力者なので、こ
この選手もまた試合で戦いたいなと思います。宮川紗英が選ぶ個人総合ランキング第3位の発表です。3位はデケ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 、中国のタン・シンジン選手です。パチ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 。この選手は中国の選手なんですけど、私は会ったことはありません。最近出てきた選手で、やっぱり中国ということで段違い平行棒と平均台とても上手な選手です。まあ、まだあどけなさが残る可愛らしい選手なんですけど、特に平均台の決め、本当にふらつかない演技っていうのが見た時に印象的で、ロンダートスワンとかもすごいピチって決める、まあ、中国式の綺麗な体操をする選手です。床のターンとかもすごく上手で、対戦がすごく綺麗な選手です。まあ、会ったことがないので、この会った感想とかは言えないんですけど、まあ、同じアジア圏内の韓国の選手だったり中国の選手はと同じような雰囲気で、こう親近感がやっぱり湧きますね。まあ一緒に頑張っていこうという気持ちになります。第3位の発表でした。続いて宮川紗英が選ぶ海外個人総合ランキング第2位の発表です。デケ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 。第2位はロシアのアンジェリーナ・メルニコワ選手です。パチ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 。この選手はですね、この選手も結構一緒に試合出たことがあるんですけど、まずはオリンピック出場しましたし、あとはトヨタ国際だったりで一緒に試合したことがあります。あんまり喋ったことはないと思うんですけど、この選手はすごく気が強そうというか、いつも必死に練習してるイメージがあります。この選手はすごく平行棒の平脚シタルダっていう技があるんですけど、それがすごく上手だなって思います。私は全然できないんですけど、まあ、ロシアはね段違い平行棒すごく上手な国なんですけど、その中でもその選手は平脚シタルダ上手だなと思いました。あと床もシンシンサルトとか足が強くて、シンシンサルトだったりダブルだったりすごく高くて上手な選手でもあります。この選手も一緒にリオオリンピック戦ったということで、向こうもね覚えててくれたらいいなと思うんですけど、また試合で会いたいなと思っています。こちらも概要欄に見てほしい動画貼っておきますので、ぜひ見てください。さあ最後、私が選ぶ、海外の個人総合ランキング第1位の発表に参りたいと思います。もうね予想はついてると思うんですけど、アメリカのシモーネ・バイルズ選手です。まあこれはね1位ですよ。誰もが認める第1位だと思います。バイルズ選手はとにかく筋肉がすごい。私よりちっちゃいんですけど筋肉が、すごい。日本の中ではね私も結構筋肉もりもりな方なんですけど、めっちゃ細く見えるぐらい隣に並ぶと、テレビや YouTube で見るより全然もう比較にならないぐらいムキムキの締まった体がまず印象的でした。あとはですね、どんなに硬い床でもいつも同じ演技をするということで、足にバネでも入ってるんじゃないかっていう印象があります。他の選手が苦戦する床でもバイルズ選手だけは普通にやってました。それもね強さだなと思います。バイルズ選手はそのまあ演技技術の高さもそうなんですけど、
一つ一つ丁寧にやりますし、ちゃんとね、なんだろう、強引にやらずに一つ一つ丁寧にやる選手だなっていうのが印象的なんですけど、メンタルの部分もすごく強くて、いつだったか、あの世界選手権でなんかの欠席かなんかで、前日かなんかに入院したことが運ばれて入院してたことがあったんですけど、そんなことも気にならない、気にさせないぐらいの演技を次の日の本番で、本当に病気だったのっていう演技をしてたのが本当にすごいなと思いました。やっぱりこう練習で自信を持ってどんな状況でもできるっていう精神面の強さ、そういうのも世界チャンピオンになる秘訣なのかなと思います。そうですね、私もバイレル選手と戦えるような演技を目指して頑張っていきたいなと思っています。オリンピックとかではもう3冠どころじゃないか、団体、個人総合、床、跳馬、平均台、まあ、段違いもね、まあ、苦手とはいえ種目別にも残りますから、まあ本当に全種目あの金メダル狙えるような選手なので、まあ、見たことない方はぜひ、女子のナンバーワン、選手なのでぜひ見てみてください。ということで5位から、1位まで発表してきたんですけれども、体操は奥深く、またね、新しい選手も出てきている可能性もあるんですけれども、今私が思うトップ5の選手はこの5人の選手になります。やっぱり第一印象っていうのはすごい大事で、まあ、この選手すごい綺麗だなとか、この技すごい上手だなっていう選手がね、まだまだたくさんいるので、今回は個人総合編でしたけれども、種目別編だったり、技、単発のね、技編だったり出していきたいなと思うので、楽しみにしてほしいなと思います。海外、日本もそうですけど、いろんな選手がいるので、初めてこう海外の選手のランキングやっていきましたけれども、これからいろんなランキングやっていきたいなと思っています。それでは、この動画が面白いなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバイ。